こちらはね、2660円でメルカリで買いました。あの仮面ライダーファイズのマスクディスプレイですね。はい、こちらも動画にしたいなと思ってるんですが、いつもあのもういつもの通り飾る場所がないっていう飾る場所なくて困ってます。はい、すごいかっこいいですもんね、ファイズ。ファイズ系で一番好きですね、これは。フィギュア関係僕好きなんで、はい、フィギュア関係のが好きになってるんで、最近ね、フィギュア熱が熱いんで、ちょっと。はい、こちら915の、重たいんですよね、これね。すごい重たくて、4キロぐらいあるんですけど、結構あるんですよ。4キロかな ?3 キロ、うん。2、3キロですかね。はい、結構あります、重さが。はい、こちら動画でも紹介しましたよね。見てくださいましたか？結構古い動画ですけどね。はい、915リアルですよ、こいつは。ほんと、うん、マスクのフィギュアってね、燃えるんですよね、やっぱね。すごいマスクのフィギュアすごい好きですね、本当に。マスコレも好きだし、ビッグマスクショーも好きだし、ビッグマスクショーいつか復活してくんないかなと思ってるんですけどね、なかなか復活しなくて、あのソフビのね、ばっかり、あの全身のフィギュアばっかりなんですけど、ビッグマスクショーの方がいいじゃんと思うのにね。で、マスカワールドがあるからね、やっぱり仕方ないですよね。マスカワールドの方が結構ね、しっかりよくできてますもんね。はい。はい、そんな感じで、レインボープロダクツマスターワークス RMW ですね。2分の1スケールマスクですね。はい、こちらも RMW です。人造人間機械だ。出来が素晴らしかったね、ほんと。動画で紹介しましたけどね、以前1年ぐらい前の動画になってますけどね。ハカイダーです。はい、ハカイダーの RMW です。結構年季が入ってますけど、中の状態が気になります。開けてはいませんけども、中の状態どうなってるかちょっと心配ですね。これは心配だ。1万2000円で買いました。はい、なかなかお目にかかれないですよ、こいつも。はい、これもなかなかお目にかかれないんでね。はい、お気に入りです。はい、僕ほんとこれ、ほんと開けるのが楽しみでしょうがないですね。はい、電飾がね、あって脳みそ、中に脳みそが入ってるってね、すごいっすよね。ほんとにリアルな脳みそですよね。はい、ここのね、マスクの省略部分があるんですけどね、後ろはね。はい、そこがちょっと寂しいなと思いますけど、全面見せる分には申し分ないですけどね。後ろを見せると、後ろを見るとちょっと寂しい感じがしますけどね。はいはい、2分の1スケールマスク、いやー、いいっすね。開けたいな、早く。飾る場所がないんだよな、ほんと。よし、こちらですよ。はい、父親がね、これ取り付けてくれたんですけど、うちの父親に作ってもらいました。はい、あれです、アクリル板をね、アクリル板をね、つけて扉、開閉式扉にしてます。開けてみましょう。はい、こちらはね、マスクディスプレイですね。仮面ライダー915のマスクディスプレイ915、そして915桜島バージョン、そして925、そしてこちらが仮面ライダーのビッグマスクショーですね。はい、ちょっとスペースがなくて開けられないけど、こんな感じ。はい、こんな感じですね。はい、915のビッグマスクショーですね、こいつは。こっちはビッグマスクショーで、こっちはマスクディスプレイ、あのアミューズメント経費の方ですね。はい、ほんと似てるんですけど、あの台座が違うだけで
ほとんど内容一緒ですね、顔も。はい。ほとんど似てますもんね。新1号ですね、新1号ライダー。あと、後ろにあるんですけど、こちら下なんですね。下にあって、後ろの方には、ダブルですね。オーズ。そして、フォーズのコズミックステイツ。そして、フォーズのベースステイツ。そして、ウィザードでしょ？電王でしょ？はい、こんな感じです。あとはこいつらですよ。これも開けてないんですけど、開けたいですね、早く。はい、ビルドドライバー。現在放送中の仮面ライダービルドの変身アイテム。ビルドドライバーですね。変身ベルト。はい。あと、デラックスラビットタンクスパークリングもね、開けたいですね。プシュワッと、プシッ。開けたいですね。はい。これは開けてもすぐ、開けてもいいかなと思いますね。飾る場所とかね、問題じゃないしね。全然。フィギュアの場合は飾りたいんですよ、僕の中で。だから飾る場所がないと開封できないなっていうのがあるんで、今後この子たちはちょっと開けるかもしれないですね、早めに。あとは SH フィギュアーズ、こちら映ってますけどね。以前紹介しました。Amazon ズ。動画で紹介しました。はい。そしてこちら。マスコレですね。マスクコレクションですね。全部で。3、4、9体かな？ 10 体か。はい、10体ですね。10体いますね。はい。すごいですよね。壮観ですよね。ほんと、見栄えがかっこよくてね、兜なんかいいですよね、やっぱり。はい。まあ、マスカーワールドの兜もいいんですけどね。はい、色がね、赤い色が、赤色の部分がね、僕、好みなのは、マスコレの方ですね。赤色の部分。はい。そして、こちら、そう、プトティラとかいますよね。はい。かっこいいですよね。こいつ。オーズのプトティラコンボ。で、オルタナティブとかね。いっぱいいますよ。純不動で並んでます、全部。はい。あとはこいつら、ビッグマスクショーですね。はい。オーズ・タザドルコンボですね。オーズのタザドルコンボ、ビッグマスクショー。そしてディケイド、ビッグマスクショーですね。そしてサイクロン・ジョーカー・エクストリーム。そして、これは騒動ですね。騒動の。ちょっと買いすぎちゃって、余ったやつですね。はい。余っちゃいました。買いすぎて。これもね、いずれ組み立てようかなと思ってますけどね。どうしようか、ちょっと迷い中です。はい。で、こいつは仮面ライダー新1号のビッグマスクショーですね。はい。これは金色のバージョンですね。金色バージョンのビッグマスクショー。これ貴重ですよ。貴重。すごいレアのアイテムですね。金色のマスクっていうのがなかなかすごい高級感があってね。すごく飾りたいです。っていうか飾ってますけどね。この状態で飾っててもいいんですけど、やっぱりね、今狙ってるフィギュアケースがありまして、1個はデトルフっていうね、フィギュアケースなんですけど、IKEA のね、デトルフっていうね、フィギュアケース。辺りなりゆきさんのチャンネルで紹介されてたんですけど、IKEA のデトルフっていうフィギュアケースがありまして、それがね、6,999円でネット上で販売されてたんで、それ買いたいなと思ってるんですけど、でも、フィギュアの数がかなり多いんで、もっと大きいのだって買いたいなと思ってるんですけど、買うとしたらね、その1桁多くなっちゃうんですけど、1桁違いなんですけど、寿屋のね、大型コレクションケースっていうのがあるんですよ。3万円台のもあるんですけど、やっぱり大きめのね、3万円台だと
90センチぐらいの大きさの、ケースになるんで、それよりはやっぱりもうちょっと大きめの方がいいんじゃないかと、買いたいなと思ってるんで、ってことでやっぱり今ことぶき屋のケースも狙ってます。ことぶき屋のケース6万円台ですね。はい、それも狙ってるんですよね。6万円台なんですけど、ことぶき屋のケース、大型コレクションケース狙ってますね。そちらもどちらがいいかちょっと迷ってます。はい、持ってる方いらっしゃったらね、コメントくださると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。あとはこういう、これはねやっぱりソフビなんですけど、ソフビ魂ですね。ソフビ魂っていうのがあったんですけど、機械だ、人造人間機械だのソフビ魂で、後ろにあるのはライダーヒーローシリーズ、こちらは当時もの仮面ライダー G3X ですね。はい、あと後ろにあるのもソフビ魂、ちょっと見えにくいけどカイザがいますね。袋に入ってます。このライダーヒーローシリーズ同様袋に入ってますけど、ヤフオクでね、アマゾンだ、アマゾンで買いました、カイザは。でヤフオクで買ったのがこっちのライダーヒーローシリーズの G3X。 こちらもね、改造しようと思ったんですよ、可動式にするためにね。ただもうポーズが決まっちゃってるんで、改造しようにもちょっとどうなるかちょっと不安なんで、やっぱり改造はやめておきました。はい、失敗したのもありますしね。はい、改造はやめとこうと、可動式に改造するのはやめとこうってところ。はい、これ以前に動画に紹介した仮面ライダー915の衝動 VS の桜島バージョンの915と925ですね。はい、これも開けるのちょっとためらってます。というのもフィギュアーツがあるじゃないですか。フィギュアーツがあるから、何のため買ったかっていうと、ショードバーサス の、 前にも動画で言ったと思うんですけど、言いましたね、仮面ライダー J とシンがついてて、プレミアムバンダイ限定のジオラマセットで、ショッカー戦闘員付きのやつを予約したんですよ。でだから予約したから、これもやっぱり買いたいなってことで、ショッカーの秘密基地のジオラマの前にこの2人のライダーを着たいんで、それで買ったんですよね。リアルな作りなんですけど、ただフィギュアーツの方がリアルですもんね、やっぱりね。フィギュアーツの方がリアル、確かに。うん、あとこの箱は何かっていうと、佐川の箱ですけど、これはねドクターマイティ XX ガシャットです。開けてもいないっていう、これも開けろよっていう言われそうですね。あたりさんの生放送で僕言われちゃったんですけど、開けろよってやりましたね。ハカイダーの RMW、 さっきお見せしたハカイダーの RMW なんですけど、あたりさんの生放送で僕ね、お便り読まれたんですけど、開けろやってやりましたね。はい、で飾る場所がないんですよね、ってことをお便りの中で言わなかったんで、この破壊弾の RMW まだ開けずにいますけど、気になりますよね。はい、開けたいですよね、早くね。そのためにはやっぱりフィギュアケースを買わないとダメだなって思ってます。はい、ここに収まってるのはもうギリギリもう入るやつだけなんで、これ以上はもう入らないんですよね。はい、はい、でこれマスカワールド定番ですよね、もうおなじみのマスカワールドですね。はい、こいつもマスカワールドですね、かっこいいですね。うん、壮観ですよね、やっぱね、リアルですもんね、全部がほんとリアル。僕お気に入りなのはやっぱニューオメガですけどね、サイボーグっぽくさが出てね、かっこいいですよね。すごいね、ドライブもかっこいいね、ドライタイプスピード。そう、こ
こいつらもう全部ね集めましたからね。マスカーワールドは出た瞬間僕速攻でポチる性格なんで、もうマスカーワールドだけはね狙ってます毎回。はい、あとシンのフィギュアーツ走ってますよ。これフィギュアーツシン。そしてこちらね、マスクコレクション、マスコレですね、旧マスコレ。はい、触覚のない旧イチゴいますけどね。はい、こんな感じで、はい、並んでおります。あとはイナズマンですね、イナズマンのソフビ魂ですね。あとはこっちデラックス版のね、当時物の、ファイズドライバーですね。あとはゲーマードライバーですね、これがね、これはそのゲーマードライバーです。はい、そんな感じですね。あとミラーマンのフィギュアとかあるんですけど、ここにミラーマンのフィギュアとかあったりしてね、上空からじゃなかなか見えないですけど、はい、顔をお見せしましょう。ちょっと見えるかな、ミラーマン。これ DVD ボックス買うと限定品として初回限定版としてついてきたやつですね。貴重ですよこれ。こちらですね、スペクトルマンの頭部フィギュアの DVD ボックスですね。はい、これもいいんですよね。この存在感がやっぱりすごいですね。ビッグマスクショーとかマスク系のフィギュアって大きいやつだと存在感がすごいから、やっぱりなんか持ってて損はないですよね。やっぱり本当好きなライダーは本当に持ってて損ないなと思いますね。の内袋未開封のマスコレがねいっぱいありまして、ヤフオクでね、これはフルコンプではなくセミコンプですね、残機さんを除く。はい、あとはねこれもね、これも開けてないっていうね、フィギュア。はい、結構いっぱいあります。マスコレ開けてないんですよ。これも飾る場所なくてね、開けらんないでいますよ。開けたいですよ、早く開けてくれ開けてくれ感じですね。はい、結構散らかってますね、全体見ますと。今散らかしちゃっただけですけど、まあこんな感じでちょっとね置き場所考えないといけないなと思ってます。はい、フィギュアケースも買えばちょっとは綺麗になるかなと思ってます。まあフィギュアケースは買ったやつもありますけどね、ここにニュークリアコレクションケースっていうアクリルのケース、以前紹介しましたけど、動画でね紹介しましたけど、はい、これは本当に2600円ぐらいで買えたんで、今値上がりしちゃって2700円ぐらいになってますけど、ちょっと値上がりしましたけど、これはほんといいですよ。うん、やっぱ前にも言った通り台座がねちょっとはみ出てしまうって、マスコレには台座がはみ出てしまったりするっていうのがちょっと惜しい欠点でありますけどね。はい、お部屋紹介でした。というわけでまた見てくださいね。グッバイ。